10月3日は、グレゴリオ歴で年始から276日目にあたり、年末まで、あと89日ある。アレジアの戦い終結第1回外戦門章、開催。画像は1914年のロンシャン競馬場、v にロケット打ち上げ成功三宅島噴火東西ドイツ、最統一熾烈な市外戦と戦士隊への無ごたらしい、扱いで知られた、モガディシュの戦闘。映画、 ブラックホークダウンの題材となった大阪環状線の103、計算筆の一人、佐賀天皇誕生。右は、在長の死を痛む新官、泣き、清史商人氏部分初代中日米国総領事、タウンゼントハリス誕生歴史学者、津田総吉誕生。危機神話の批判的学説で罰せられた、次郎物語の著者、下村個人誕生シュルレアリスムの先導者から、 共産主義に傾倒した、フランスの詩人、ルイ・アラゴン誕生作曲家、米山ヤマ・誕生。ミソラ・ヒバリの楽曲や、ヤンボー、マーボー天気予報のテーマ曲などを手掛けた第30代横浜 DNA ベイスターズ監督、アレックス・ラミレス誕生スウェーデンのサッカー選手、ズラカン・イブラヒモビッチ誕生アシジのフランチェスコ、ボツアーツクラフツ運動を展開した、イギリスの工芸家、 ウィリアム・モリス・ボツ・デンマークの国民的作曲家、カール・ニール・戦没東京・朝日新聞記者、杉村祖人官没。調査部、審査部の設置、縮小版の作成など現代新聞事業を、天海廃人、飯田打骨没新幹線事業を指揮した、国鉄総裁、東郷新事没初代民社党委員長、西尾末広没元財務大臣、中川昭一九氏。ありがとうございます。